はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。ディアパソンの D45B という黒い大型モデル、まあ、高級モデルが1台入っております。まあ、このピアノはうちで扱うディアパソンって大体昭和50年代のものがほとんどなんですが、ちょっと新しいです。平成に入ってからの、ディアパソンですね。まだまだピアノの世界では新しいです。ご覧ください、こちらです。はい、まあ、黒の、まあ、普通の大型ピアノと大型ピアノなんですが、鍵盤がですね、人工象牙ですね。まあ、汗を吸ってくれるとかですね、手が滑りにくいとかいうね、特徴があります。まあ、象牙が取れないので、もうね、手に入りませんので、人工象牙のがもう今主流なんですが、その先駆けとなった、初期の頃のね、ものになります、ディアパソン。はい、黒いピアノで、蓋の上がちょっと、まあ、まだ汚れてますが、これから手を入れて、傷はあんまりなさそうですね。あんまりないと言いながら、あ、ないですね、これ汚れでした。はい、そして中を見ていただきます。ディアパソンの D45B、 B はブラックの B のね、意味かなと思います。製造番号が011-2920。 これ0から始まるものは大体平成に入ってからのねものが多いんですが綺麗ですね。あんまり減ってないですよね。すごく状態がいいと思います。さあ、じゃあどんな音がするのか、音を聞いてもらいたいと思います。最初の1音ってめっちゃ緊張するんですけどね、どんな音かなっていうね。もう最初の1音でそのピアノの個性がどんなものかって大体わかるんですが、間違えるのかと思いますが、最初の方にね、あ、でもよく伸びますし、低音はグランドみたいに重低音すごいでしょ。あ、これあれ弾こう。しようかな、どうしようかない方はじっくりと音をね聞いてられると思いますが、実際ね京都まで弾きに来ていただいて一番上がると思いますが、この伸びのある低音、深い音、きっとこのピアノ弾いたら、ええ音やな、これ音やなって言われると思います。間違いありません。ディアパソンの D45P ですね。132センチ型の大型の、血液型ちゃいますよ、大きいのね、大型の、ピアノになります。ぜひご検討いただけたらと思います。よろしくお願いします。それではさよなら。